こんにちは、ゆうです。このような動画を出すか、すごく迷って、はい。本来ならね、今日はムカキンサバカ柴犬丸の動画を出させていただきたいなと思ってたんですが、やはりちょっと無理でして、結論から申し上げますと、少し、というか、いつになるかわからないんですが、動画投稿はちょっと、しばらくの間、控えさせていただきたいなと思っております。コミュニティに書かせていただいたり、動画でお伝えさせていただいたり、それを見てくださった方々はご存知かもしれないんですが、2週間ぐらい前の日曜日に、39度の高熱が出て、それが火曜日に、月曜日か、急性扁桃炎っていうもので、その発熱で、1日入院したんですけど、それで、金曜日頃まで、ほぼほぼ39度、38度9分、高熱が続きまして、で土日丸々2日間休ませていただいて、その後の4月29日ですね、僕の最愛の愛犬のたけしがちょっと虹の橋を渡りまして、それがうっすらご存知、動画配信等では何回もお話しさせていただいたんですが、柴犬のたけしっていうね、血統史上の名前では、ベニマルっていうんですけど、7月29日の14時41分に、はい、ちょっと二度と会えないところに行ってしまって、で、その次の日に、葬儀と済ませてきまして、そこからね、X ではね、当日にフォローしてくださっている方々にはご報告させていただいたんですけど、そこからですね、昨日の、重症後チャレンジですか。本当、ありがとうございました。皆様のおかげで、バーテンダー黒飛びチャレンジ、無事クリアできました。そこまでにもね、何回も動画投稿しようかなと思ったんですけど、配信、生配信だと、皆さんとの言葉のキャッチボールがあって、それで、その時はすごく楽しいんです。ただその動画となると、一人で、ただ本当喋ってるだけなので、そこのまた動画のテンションと配信のテンションっていうのは、配信っていうのは皆さんと僕とで、作り出していくものだと思ってるので、そこはね、皆様に本当に助けていただいて、なんとか配信とは続けていけたんですけど、動画となるとやっぱ一人でこう持っていかないといけないので、今その状態に持っていける状態かと言われればそうではなくてですね、やっぱりその今日でもう、先ほど、10時40分を過ぎまして、本当にごめんなさい。何回も撮り直してるんですけどね。やっぱり、ありのままをお伝えしようと思うと、まだ自分の中で完全に処理しきれてないというか、アウトプット。まだこの感情を捨てきれてない自分がいまして。それで、ふとした時になんか、時間が気づいたら、夜になってたとか、土曜日で言えば本当に起きたら、夜の12時
10時だったとかそんな日も、もう本当ございまして。で、最近ちょっと深夜に配信とか増えてたんですけど、だんだん生活リズムと乱れてきて、それで、なんと言いますか、本当になかなか僕は YouTube 上では、YouTube はエンタメだと思ってるので、あんまりこういうことはお話ししたくはなかったんですが、またお話しすることによって、皆様に、せっかくいつも応援してくださってる方々に、何かね、僕のものを背負っていただくことになってしまう。背負わせてしまうことになって、ことにちょっと抵抗がありまして、まずうまく喋れなくて、それでなかなかと一部の X をフォローしてくださっている方々にしかお伝えすることができなくて、ただやっぱりここまでね、無課金サバカパズドラデュー芝居の丸を応援してくださった方々に何もお話ししないというのは少し違うかなと思いまして、今回このような動画を撮らせていただいております。そうですね、少しだけ思い出話をすると、まあ本当にタレント犬の家系の子だったんですよね。でもその少し優しすぎたり繊細すぎたりする部分から好きに生きてもらおうと、本当にのびのびと本当に優しくて、何か人と人とをね、つなぐような、そのこといるだけで、救われるような、すごく、僕にはもったいない、いい子、素敵な子でして、その子をね、失った、やっぱり、感情っていうのも、まだ、処理しきれなくて。ほんとごめんなさい、ほんと。こんなことでね、こんなことって言ったら、こんなことではないんですけど、僕の中では。でも、ただ、こういった問題はね、ほんとに、すべての方にご理解していただけるとも、思ってないですし、動物に関しての価値観も人それぞれありますので、ございますので、共感いただけとも思ってないですけど、今その動画っていうのは本当に自分が元気に一人で元気になんかそのゲームを一人で、まあ一人ごとで喋ってるわけなんですけど、それで、そのテンションに持っていける自信というか、構図が見えなくて、でもその代わり、ちょっとね、生配信等はさせていただきたいなと思っておりますので、すいません、うまく、やっぱりどうしてもね、メモとか文章にまとめればいいんですけどね。まあ、ほんと、文章でお伝えするか、こうやって動画でお伝えするか迷ったんですけど、ほんと、僕もね、やっぱり、文章も下手くそなんで、口も下手くそなんですけど、まあ、そういった経緯もございまして、少し活動が不定期、かつ不規則になるかなと、しばらくは。動画投稿は本当にいつね、この喪失感というかものが自分の中でストンと落ちるかもわからないですし、本当多分ふとしたタイミングで動画が上がってたりとかももしかしたらするかもしれないし、
生配信とかする時が僕にとって今ね最大のその気分転換であったり楽しい時間であるので、皆様と話しながらゲームするのが、よかったら今後とも応援してくださると嬉しいです。せっかくね、いつも応援してくださってる方に、このようなね、姿をね、お見せするのも恥ずかしいんですが、本当、長々と喋って、動画や配信等でお伝え、何度もね、口にしてたのでね、たけしのこと、少し、皆様にもね、お伝えするべきかなと思って今回このような動画を撮らせていただきました。本当に皆様のね、まんじゅうチャレンジを実感したんですが、本当に皆様支えていただいて僕は活動を続けてこれたんだなと本当に実感して、本当にこの愛犬のたけしを失った悲しみと無事に向き合えるようになったら、またね元気よく活動を再開させていただきたいと思いますので、動画と生放送すべてね、もしよければ生配信をねすると思うんですが、まだこんな動画を気を使わせてしまうか、本当に引き続き応援してくださると嬉しいです。本当に長々と喋って申し訳ございませんでした。本当にね、話にまとまりがなくてね、本当申し訳ございません。でも本当に僕の中では愛犬のたけしっていうのはずっと生き続けているので、もうやめとくか。もしよろしければチャンネル登録とそのままでいてくださると嬉しいです。それでは、目の前だ私ゆうでした。じゃあね、バイバイ。